はい、毎度皆さんこんにちは、秋葉こと秋広です。今日はね、ちょっと疑問になったことがあったというか、最近ね、お好み焼き屋さんとか焼きそば屋さん行ったらさ、焼きそば専用のタレというか、つけだれみたいなのが結構置いてるとこ多いんですよ。でね、これってインスタントの焼きそばでもそういう風にしてつけ麺みたいにして食べたらうまいんちゃうかなと思ったんで、今日はそれを実践してみたいと思います。ということで早速始めましょう。はい、ということで一応商品揃えてみました。こんな感じです。一応ね、僕の中で焼きそば言うたらペヤングか焼きそば UFO のどっちかなんで、で UFO のこのビッグ大盛りがあったんで、これ買うてきた。ほいで、あとはね、こっち側のスープ系はね、多分どこのコンビニさんでも売ってるやろう思って、一応ね、普通のこういうそばつゆストレートのね、それとこういうね、豆板醤系のスープで、こういうね、コーンポタージュスープ、コーンポタージュ、ほいで、こういうね、わかめの味噌汁で、最後にこの卵スープ、こんなやつ、卵スープ、これをつけだれにして UFO を食ったらうまいかなと思ったんで、一回やってみよう。ということで早速お湯入れて準備するわ。はい、ということで今お湯入れてこんな感じでなってますんで、もうしばらくお待ちあれ。ということでぼちぼちか、ええ感じやね。ほんなお湯掘ってくるわ。はい、一応お湯掘ってきて完成させたらこんな感じになりました。で、一応ね、UFO 単体で食うたらな、うまいの分かってんだけども、一応ね、こんな感じの、皆さん、おなじみの UFO、まあ、ちょっとだけ食べてみるわね。うん、UFO、UFO。ということで、まず一番目は、さっき紹介したこのストレートのそばつゆね、そばつゆにつけて食べてみよう、UFO を。まあこんだけぐらい取って、このね、そばつゆこんな感じだから、ここにこう入れて、こんな感じだね。いただきます。うん、ね、全く違和感ない。でね、どんな感じか言うたら、味自体はね、普通のおそばにこのそばつゆつけてような、味は味だから、まずいこともないし、飛び抜けてうまいいうこともない。ただね、食感がやっぱりね、インスタントの焼きそばやからちょっと硬めやね。だからちょっと硬いおそばを、インスタントのちょっと硬いおそばをつけ汁、このなんていうの、そばつゆにつけて食べてるっていう感じで、味に関してはね、特にズバ抜けてうまいっていうこともないし、まずいいうこともないで、食える、うん、これはうん、普通に食べれますわ。ということで次行ってみよう。次はこのね、豆板醤スープみたいなやつ、こんなやつ、中身こんな、ちょっと辛口やな。ちょっと飲んでみるわ。ちょっと魚介系の海鮮スープの辛い版みたいな感じだね。うん、ちょっとそこにさっきもやったこのね、 UFO、 これをこうつけて、こんな感じね。もうちょっとほんまラーメンチックなんだけどな。こんな、いただきます。うん、これはね、ほんまに普通のインスタントのラーメン食うてるいう感じで、全然違和感ない。逆に言うたら、この UFO のそばのソース味が全くあれへん。なんかほんまに普通のインスタントのラーメン食うてるいう感じは、うん、全然まずくもないし、取り抜けてうまいいうこともないし、普通のこういう魚介系の辛いスープのラーメン、インスタントラーメン食うてるいう感じですわ。うん、なるほどな。で、次はほなこれいこうか。次は何や、これ卵スープいきましょうか。卵スープね、卵スープ、こんなやつ、こんなやつ、これをちょっと飲んでみるね。薄いコンソメ系の卵スープという感じだね。でそこにこの UFO ね、こんな感じね、こんな感じをここにこうつけて、で混ぜて、いただきます。これはね、
どっちか言うたらちょっとスープ、この卵スープ、薄めのコンソメ系の卵スープとはちょっと合わんかなっていう感じ。まずね、インスタントの麺がここのスープ、このスープにちょっと、なんていうかな、不釣り合いな味やな。なんかそのインスタントのラーメンにしてももっと普通のスープだパンチが効いてんねん。でこれ薄いコンソメスープみたいな感じやからやっぱりパンチ効いてないねん。だから麺とのまずマッチングが合うてないわ。ほいでほのかにね、なんかなんとなくこの UFO のソースの味が若干しようのね。だから申し訳ないけどこの卵スープとはちょっと相性合わんな。合わんわ。ということで次このねわかめの味噌汁でいってみよう。わかめの油揚げの味噌汁ね。こんな感じ、普通の味噌汁ですわ。ちょっとこれも飲んでみるね。普通の味噌汁やな。これにこのね UFO をこんな感じでこうつけて、で味噌汁でつけていただきます。悪いことはないな。一番最初のそのそばつゆとか、そばつゆもねちょっとこう食感がインスタントラーメンになるだけで味は全然問題ないでいいって言いましたやんか。それとかこのほんまに普通のなんていうのインスタントラーメン食うてるやつみたいやでって言って2番目にやったねこの海鮮系のスープとかと違うてどないやったんやかな。やっぱりね、味噌汁にしてみたらちょっと麺が合いにくい。でさっきのその卵スープほどは全然その、何ていうの合うてないことはないわ。ただ、やっぱりね合うてるか合うてないかとちょっと不釣り合いかなっていう味だからまずくもないんやけれどもいまいちかなっていう感じで、さっきのこの卵スープは正直言って全然マッチングしてなかった。ということで最後このねコーンポタージュスープ、これねコーンポタージュスープこんな感じですね。これはどうかな、ちょっといただきます。ポタージュね。でここの UFO ねこんな感じでタラッとこうつけてこんな感じですね。これでちょっといただいてみます。これはね、なんとなく合いそうな感じちゃうかな。一番合えへんかったのはね、このやっぱり卵スープ。スープで売ってるから、スープのパンチングが弱いね。だからこの UFO の麺と合えへん。全然、味が全然合ってないから、これは合わないわ。でね、次はちょっと合いにくいかな、まあ食えんことないけどな、言ってたのがこの、なんていうの、普通の味噌汁。ほいでこの麺とねベストマッチングで普通に食えるっていうんか、普通のラーメンとして食えたんがやっぱりねこの魚介系のやつ、魚介系のやつにこうやってつけるでしょ。ほんなら色こそはこれになってるけれどもほんまにね普通のインスタントのラーメンみたい。これは食えるというんか普通のインスタントラーメンとしてうまい。ほいで一番最初のねこのそばつゆあってん、これはねちょっと固めのそばを食べてるっていう感じでいくんやったら味に関しては全然申し分ないわ。普通のおそば食うてるのと一緒だから全然ソースの味もきてないし、こうやってねつけてこのままねこうやってやったかってちょっとね固めのインスタント麺のつけそばやと思ったら全然食える。うまいです。でねこのってさっき言うたけどポタージュね、これはねなんかまた別の食い物みたいに変わったぞ。単体で飲んだらポタージュスープやんか。でねこのそば入れることによってどないみたいな、ちょっと良すぎる表現かわからんけど麺はこんななんねん。でまあもうちょっと食ってみるね。分かりやすく言ったら麺の感じはみんな分かるやん、焼きそば UFO の縮れ麺で
なんていうかな、インスタント麺みたいな感じで、ほんでね、その麺で言うてみたらカルボナーラを作ったような感じよ、これ。ポタージュ入れたら、まあカルボナーラはもっとクリームクリームしてるけど、ほんまにあのカルボナーラ風味のそのなんていうの、インスタント焼きそばみたいな感じで、これはねまた別の食い物になって、うん、ある意味うまいな、このねポタージュはね合わんことないわ。ちょっともう一回確認のためにもう一回やってみようかな。ちょっとなあ、やっぱ嘘ついた言われたらいかんやんか。ちょっと食べてみるわ。つけてみてこんな感じね。味はな、ほんまにこのそばにこう使ったやで こんな色してんねんけど、あーやっぱいけますわ。うん、またいつもの UFO と違うて、どれやったんやろ、この UFO の中にさ、このキャベツとか入ってるやん。このキャベツも一緒に絡んでここ入れたら、なんとなくなんていうかな、あ、キャベツもいっぱい入ったうん、なんていうかな、クリーミースパ、そうそう、ネトッとはしてないけれども、そこまでネトッとはしてないけど、どっちかってクリームスパみたいな感じやわ。うん、だからカルボナーラほどそのなんていうの、生クリームの味はせえへんけども、あのクリームスパゲッティのこのインスタントバージョンいや思ったらいけると思う。うん、これソース混ぜてるからかな、混ぜへんかったらどうなんやろ、ちょっとそこらは何とも言われへんけど、実際今日は作った UFO にこのコーンポタージュにつけて食べてみたんやけど、うん、これはねうん、またね別の味覚としてうまかった。うん、正直皆さん一回試してみて。うん、まあまあ今日のあの実験大成功じゃ、このポタージュはね。うん、ということで皆さん、いつもながらのご視聴ありがとうございます。それでは皆さん、コメント高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それとよかったら Twitter と Facebook のシェアもお願いしますね。ということで、さようなら。